ドイツ屈指の強豪クラブ対決その2、始まるよ。今回はドフバポカール、ドイツのカップ戦の決勝であるドルトムント対ライプチヒのレビューを行います。前の土曜日にリーグ戦で対戦したばかりのこの対戦。レビュー動画も上げましたが、その時はドルトムントの勝利。それを踏まえてどんな試合になるのか。特に新進気鋭の若手監督、来シーズンからバイエルンでの指揮が決まっているナーゲルスマンの策に大いに注目していた試合でした。自ら位置的優位を取らせた保持が得意技という監督さんですから、そこら辺の期待をどうしてもしてしまう大注目の試合でした。そんな試合のスタメンがこちら。前節と比較すると、ドルトムントはハーランドとベリンガムがスタメン復帰。チャンピオンズリーグなど、強豪相手によく使う 4-1-2-3 で挑みました。ライプチヒは大きく4人変更。やり方変えて戦いますよっていうのが大きくわかるものになりました。さて試合内容なのですが、結論から言いますとドルトムントが圧倒的な差を見せつけることとなりました。前半で3得点です。つまり前回対戦を踏まえたナーゲルスマンの策は、大失敗に終わったということです。じゃ、それはどんなやり方だったのか。まず前回のおさらい。大雑把に言えばライプチヒの5-3に守備ブロックで飽きやすい。大外低い位置にいるドルトムントのサイドバックから縦パス出され続けて負けた試合でした。それを踏まえてライプチヒは初めからハイダラ、ムキエレを高い位置に置いた 3-1-4-2 プレスを行います。これでドルトムントの最終ラインに強く圧をかけることに成功。対するドルトムントも似たような状況になります。前線の3枚がライプチヒの3バックに同数でプレス。落ち着いてボールを持つことを許しませんでした。で、そんな両チームともボールが落ち着かない状況が続き、15分頃になると体力の関係もあり両者のプレスが若干落ち着きます。で、そうなるとここ。両チームの中盤低い位置の選手、ビルドアップ隊の中で唯一噛み合わせが悪い位置にいる選手にボールが集まり始めます。で、お互いの保持の時間が長くなる。のですが前線の配置に問題あり。ドルトムントは5バックセンターハーフに対して3トップ、2インサイドハーフの5人。ライプチヒは4バック3センターハーフに対してセンターフォワード、ウバ、インサイドハーフ各2枚の6人で挑むという構図。相手に2択を競ったり、位置的優位をうまく取ったりなんてことが行えず、ボールは持つけどすぐに奪われての繰り返し、結局ボールが行ったり来たりの状況になります。さて、これまでの説明を大雑把にまとめると、1攻守の切り替え起こりまくり、2最終ラインと前線はほぼミラー、3中盤は噛み合ってないけど同数、そんな状態です。で、こんな時に何が起きやすいって言えばカウンターです。しかも数的同数でこの力が一番試されるものが多いでしょう。要はどれだけ個人でボールキープが、もしくはボールダッシュができるかが鍵なのです。で、じゃあドルトムントの前線ブスライプチヒの最終ラインとライプチヒの前線ブスドルトムントの最終ラインどっちがこの質で上回るか。言うまでもなくドルトムントの勝ちですよね。先ほど言った前半での3得点、要因はこれになります。ドルトムントのアタッカーはフィジカル、テクニックに秀で、個人でボールを運ぶことができる世界でもトップクラスの選手。対してライプチヒは、まあ少なくとも世界でも名が知れた選手ではないですよね。また、フリーランでもレベルが全然違いました。例えばハーランドが何度も3バックの間やサイドに流れて裏に抜けたり、ロイスとサンチョの両者が同じサイドに流れて局地的な数的優位を作ったり、相手を外に張って横幅を広く使おうとしたことが多くありました。対して、セルロートとファンヒちゃんはそういった動きに乏しく、ドルトムントディフェンダーに常に捕まっていました。後半開始にはこの2選手が交代していたのも納得です。最終ラインの数もドルトムントが試合を優位に進めた要因でしょう。ピッチの横幅を守る人数が3と4では、カバーできる範囲が全く違いますからね。まあそんな感じで両チームドイツらしいトランジションの激しい試合。純粋なこの力で勝るドルトムントがそれを活かして前半で肩をつけてしまったという噛み合わせもクソもない試合結果になってしまいましたとさ。それでも一応、ナーゲルスマン監督は少しでも抗おうとしました。例えば3バックでの保持。
途中から左サイドに寄った形で行っていました。サンチョの守備を迷わせる策です。中央に寄ってくれればサイドの人数が少なくなります。ウバについていけばカウンターの参加が遅れ、中央にスペースも空きやすくなる。もし守備をしないんであればそれはそれでライプチヒには優位な展開になります。ロイスとハーランドも中央から右で3対2の数的不利に、右サイドバックがいない4バックのような形に対し、最終ラインにかけるプレスが曖昧になっていました。ただ今のドルトムント、守備での臨機応変さがセイマジーです。すぐさま相手の意図を読み取って、ベリンガムが前に出る 4-4-2 風の守備に切り替え、サンチョはサイドの守備に専念してもらい、ベリンガムが運動量を活かして前へ。ただ、4-3-3 との併用のような形だったのでどうしてもセンターハーフ横が空きやすく、ゲレイロの守備能力の低さと相まって危ないなと。サンチョの位置も下がり気味になってしまうのでもったいないなと思っていたのですが、テルジッチ監督は後半から修正。イエローカードをもらっていたベリンガムに変えてアザールを投入。彼にサイドの上下役を任せ、サンチョは右サイドで常に高い位置に。4-3-3 ではなく3-4-3と4-4-2の併用を行うことにして2センターハーフで常にバイタルを占めることに成功。サンチョを含めた前線3人のカウンターも復活させました。そんな感じで、ドルトムントは保持で常に相手に優位を持たすことなく試合を終えることに成功。最終的に4対1で勝利し、16.17 シーズン以来のタイトルを獲得することになりました。久しぶりのタイトルに泣くほど喜んでいたピシチェクを見るとタイトル取れてよかったねーという気持ちでいっぱいです。過去の動画で散々ドルトムントの保持に文句をつけてきたけど、保持に関しては本当に良くなったよね。ハーランドがいることもあってそこからのカウンターも強力だし、この後のリーグ戦2試合も、この勢いで勝ってチャンピオンズリーグ権を手にしてほしいね。対してライプチヒ。まさかまさかの大敗でした。保持に関しては特に文句はないんですけど、保持は一体どうしたんでしょう。配置の優位もクソもない試合になって、トランジション合戦になったらこの質で厳しいのは分かっていたことだと思うんですけどね。そもそも今シーズンは 5-3-1-1、2トップの一角はトップ下役を担わせていたのになんでこの試合に限ってどちらもストライカー役をやらせたんでしょう。仮にやらせるとしても、サイドに積極的に流れるようにさせて相手センターバックの守備の基準を乱れさせるとかできたでしょうに。決勝戦はつまらない試合になることが多いって言いますけど、こういった事態になるから慎重になるんでしょうね。ハイプレスは後方にスペースを与えるので、一発で試合を決められる恐れがあると。まあライプチヒの文化的にハイプレスをやめろっていうのはナンセンスなのでやめとくとしても、保持に関してはもっと頑張ってほしかったなと。なんでナーゲルスマンを監督に呼んだかって考えたら、当然ポジショナルプレイを仕込むことを期待してです。それはリーグ戦を通してみれば見事に成功しました。ただ、ナーゲルスマンのライプチヒが最後に獲得できるタイトルをかけた試合で、それが全く見られなかったのは期待外れだったと感じざるを得ません。まあ内部にいないとわからないこともあるんだろうけど、愚痴りたくなるような試合内容だったなと思いました。そんな感じで今回はここまでです。またこんな感じでレビューを書くので、気にしていただけると嬉しいです。ではまた。